はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずみんなカッパになってんな。で、どういう状況なんだっけな。ちょっと減ってるな、勇者とかマジックパワーが。寝ましょう、とりあえず。ひー、命ばかりはお助けを。寝れねえし。とりあえず変化が解けるまで歩き回るか。お、なったなった。寝させてくれ。だいたいさ、今の絶対カッパが人間に戻ったってならないのかよ。町の住民もそうだし、モンスターたちもそうだし、目の前の変化に何にも動じないっていう。ではそのままナルシェの炭鉱に突っ込みますか。この前は変なガードしてた人たちがいたけど、いなくなってるっぽいな。いないな。あ、いきなり宝箱、これをゲットしましょう。あー、ボストロール、マジか。ボストロールじゃねえ、普通のトロールか。ヒットポイント高そう。骸骨はあれだな、火に弱そうだな。うん、そんな感じだな。これで倒してくれれば。お、倒せない、強い。真空波、タフだトロール。さすがにいい感じになって。いやー、ヒットポイントが高いっすね。お、ユフィーが上がった。まあ、特に何も覚えることはなく、魔法の聖水、魔法の聖水もちょっと溜まってきたかな。お、人がいる。ま、魔物だ、たくさんの魔物が攻めてきた、助けてくれとか言いつつ、こいつここにいるよな。マジ強い。これなんだ、マインドフレアか。ちょっと見てみよう。ピスコディーモンかよ。始末する。15、15、17、水筒がいっぱいあんな。ゴー、回復した。最悪だ。水筒ちょっと使えないな、こいつには。ちょっともう一回、そうするとファイカ使うか。いや、イカズチの杖で節約していこう。水筒分は、お、炭って。ただ雷が弱点っていうのが分かったから、こいつはまた節約して。ブーメラン、ブーメランがもう少し強ければな。お、なんもないとか思ったら宝箱あった。ゾンビメール。怪しすぎる、呪われてそこ。お、ミミック、マジか。ザラキ使ってきそうだからな。ファイガで単体160、すげえな。やっぱり手裏剣、手裏剣2個しかねえ。やばい、買い足してきてない。ゾンビメラン投げる。この2人はもう攻撃だ。どうする、もう一回ファイガ使うか。よし、 OK。 の宝箱、ミミックとか人食い箱だった後になんか手に入るってことはこっちかな。そうするとなさそうだな。小さなメダルとか欲しかったけど。おお、またこのパターンか。こいつらはサンダガだな。サンダガで攻めよう。サンダがどこ、サンダがねえ、覚えてねえし。マジかよ。てっきり全部覚えたかと思ったら。じゃあ雷神だな。くらえ。あ、ファイガ使うよりイカズチの杖を使った方がいいかな。ピスコディーモンパターンに関しては。白骨死体がある。返事がない。ただの屍のようだ。こいついつ死んだの。だいたいさ、白骨化するまでに相当の年月がかかるよね。どれくらいで白骨化するかって言われたらわかんないですけど。縦札を読んだ。同じ色のカラーストーンを近づけないようにしてください。力が反発して砕けることがあります。もしやそういうパズル的要素？あー、そうだな。なるほど、こういうことか。ちょっとね、パズルみたいなのも苦手なんでね。どうしよう。とりあえずこれ上でカチャーンってやって、一番上に青があるから、
下の青と上の青をぶつける感じでしょ、多分。ってことはだよ。え、どうすんの？ってことはもう何もないんだけど。こっちで回り込んで、これをこうやって、で、こうやって、こうやって、で、ぶつければいいわけだ。おお、なんか意外にすんなりしてたな。これ箱とか何もないかな。なんか入っててくれ。何も入ってない。ここは入ってないか。これは何も入ってない。お、メーダみたいなのいる。メーダロードか。ちょっとイカズチの強さを。鉄薬。こいつら水遁大丈夫っしょ。よし。回復されるようか。真空発砲。おお、生きてるー。イカズチの杖で傘をつける。お、強い。そろそろヒットポイントが高くなってきたな、私の。ワンターンキルがなかなか狙えない。23レベル。お、ビビも23レベル。これ3打が、よし、覚えた覚えた。これで、ピスコディーモン、対応できる。あ、あそこ超怪しくない？ここ、やっぱり。宝箱2つ。小さなメダル、もう1個は？ブラッドソード。吸収か。攻撃力はそこまで高くないか。ブラッドソードってでもアンデッドに攻撃すると逆に吸収されるからな。窓の実の剣より弱いんだ。まあいっか、とりあえず。お、来た。サンダガの餌食にしてくれる。くれー、これがビビのイカズチだ。そしてユーヒーのイカズチ。種類は違う。おお、いいね。円か、そこそこ持ってんな。こっちは何もないか。箱は何もないね。おお、メーダは何だろうな。クリザガを使ってみよう。色的にでもなんか大丈夫か。80、普通だな。カトン。このな、全体攻撃がないからな。216か。だいたい170から200いくつの経験値で。またカラストーンかよ。すげえいっぱいあるし、これどうしよう。え？ほんとどうしよう。破壊できるやつを破壊していこう、まず。これ、チャリーンってやって。やってどうすんの？え？どうしよう。こっちで、こうか。で、左を破壊して、こう。この何このカラーストーン。あ、セーブポイントだ。ボスが近いってことか。寝よ、とりあえず。ここのボス、そうするとピサロか？デスピサロっぽいな。クリスタルの音がする。おー、土のクリスタルだ。待て、起きたピサロ。なんで俺たちの方が早いんだ。お前先に出てっただろ。まさか人間が我らより先にクリスタルの元へたどり着いていたとはな。で、こうほぼ一本道だったよ。だがこの私に出会ったことが運の尽きであったようだ。土のクリスタルの力によって進化の秘宝は完成となる。その力人間に渡すわけにはいかぬ。我ら魔族の邪魔立てしたこと、死をもって後悔するがよい。あー、やっぱピサロだな。うおー、護衛がいる。ビビちょっと一回ためよう。で、こいつは投げて、護衛のドラゴンゾンビを始末する。勇者はもう完全攻撃だな。なんかあるかな。魔法剣、火炎斬り。久々に初期のお話だな。火炎とイカズチのコラボ。真空波。
最後。あ、貯めるか。そうだ、貯めてるんだ。ジャンプ。うわ、マジか。ゴアピビ、やばい。とりあえず、リミット免許止水だ。で、魔法剣、火炎切りでスカルボンを早急に。ドラゴンゾンビじゃなかった、スカルボンだった。やっとどうしようかな。ドラゴンでもないし、ゾンビでもないし。真空切りだな、そうすると。ほら、89か。ビビ、どうしよう。なんか死ぬのも嫌だな。次、ユフィが動けんな、ただ。テンション50。勉強しすぎ。おー、いいね、サンダが。おー、闇の剣。超吸収された。やっばい、これ。とりあえず、ミラクルソードで回復しとこう。ちょっとでも。攻撃の半分だな。これ、勉強しすぎ。で、真空切り。真空止水が間に合うか、これ。ビビ、もう撃っとこう。これが、怒りのイカズチだ。おー、644。うわー、発動してくれ。よし、ナイスだ。勇者は、大丈夫だな、攻撃しよう。56。弱え。おー。そうすると強いな、やっぱりテリーは。ちょっと撃っとくか。あと3回使えるから、攻撃に備えて撃つ。ほら、いいんじゃない。おわ、超集中攻撃だ。多分迷宮システムじゃ回復できないから、これでそういうのを撃って、オッケー、持ち直したな。ユフィはね、いいわこれ。もうビビはちょっとサンダが打っていくか。おお、結構強かったな、ピサロ。いや、でもこの後進化の希望によりデスピサロになる可能性がある。そうするときついな。なんということだ、人間にこれほどのものがいようとは。お前たちはまさか、あのザンデを倒した。お、なんだ、大変です、デスピサロ様。エルフのロザリー様が人間たちの手に。何？とにかく引き上げじゃーって引き上げじゃーって、なんかおっさんくせえな。あれ？お、なったか。何も喋ってこないな、土のクリスタル。よーし、これでここは終わりかな。え、土のクリスタル手に入れてどうすんの？セーブしとこう。もう道具使って出よう。思い出の鈴。全然わからん。クリスタルってそもそもさ、手に入れて何するの？そこからしてわかんないんだけど。魔物たちを追い払ったのか？信じられんぜ。長老たちがあなた、長老たちじゃねえや、長老があなたたちのことを探していましたよ。渡したいものがあるそうです。もうなんかくれんのか？ここだっけ、長老の家って。いけねし。こいつだっけな。炭鉱にはクリスタルが眠っていたのか。じゃあ、それがこんなことになるとはの。長老でもなんでもねえ。ただの一般のおじさんだ。あ、左の方か。長老もなんかすげえとこに住んでんな。訪問しづらいだろ、こんなとこ。あ、こいつは強そうな長老だ。一回会ったことあるけど、なんと信じられん。クリスタルを魔物の手から守ってくれたんですな。いや違う、クリスタルを奪いに来たんだ俺たちは。なんという方々だ。そのクリスタルは引き続きあなたたちが持つべきでしょう。おー、すげえな。やっぱり世間の評判がいいと、クリスタルを奪ったとしても評価されるんですね。あなたたちはこれからも他のクリスタルを探すつもりなのですね。では、魔物たちを追い払ってくれたお礼といっては何ですか？これをお持ちください。お、時の歯車じゃん。俺、セッツァーが探してたよね。その箱は炭鉱から発掘された中でも、最も貴重なものの一つです。書物によれば、時の歯車と呼ばれ、無限の動力を生み出すと言われています。ここから来た岩山の向こうにあるバロンという国では、これを動力とした空飛ぶ船があるそうですよ。飛空艇だ、欲しい。てか最も貴重なもののうちの一つってことは、まだ何個か貴重なものがあんのか。それも全部よこせ。
この勇者様に。でもさ、ピサロとか魔物ってここの街を通り過ぎてった時に誰も手にかけなかったんですね。なんかなかなか良心的な魔物だな。普通、うわ魔物たちが攻めてきたみたいな感じになりそうだけど、まあ魔物もそれどころじゃなかったってことかな。セーブばっかりしてあれだけど、なかなか貴重なアイテムを手に入れたりしてるんで。じゃあバロンだな、バロンに向かいましょう。飛竜に乗っていくか。どうやって行くんだっけな、バロンは。あれ、なんかだいぶ遠回りしちゃった気がするけど、ここロザリーヒルでしょ。ここから入っていくのかな。あそこなんかトラみたいなのが見えたな。セッツァーはパブにいたんだっけ。とりあえずほっといてくれ。もう俺は何もやる気よくないよ。何、あんたたち飛空艇が必要なのか。だが時の歯車がなくては飛空艇を動かすことはできない。悪いが、いや持ってるんだな。時の歯車じゃないか。見えるところに持ってたの、時の歯車譲ってくれないかただで。すまない、これでまた夢を追うことができるぜ。バロン町まで来てくれ。あんたたちの力になってやれるかもしれない。まあ飛空艇と引き換えっていうんだったら、まあ、それはタダで譲ってあげるけどさ。そういうことは最初に言ってよ。え、タダであげて終わりみたいなよーし、これでようやく飛竜もお役目ごめんかな。セッターは右の方かな。あ、いるいる、ハゲえなあいつ。ここら辺なんかそうないんだっけ、調べたっけ。お、引けてよこせ。お、あんたたちだ。おかげで飛空艇の調整の方はうまくいきそうだ。ところでセシルという暗黒騎士を見なかったか。この城の飛空艇団赤い翼の隊長を務めている男なんだが。俺は雇われの身だからな、彼がいないことには飛空艇を出すことができない。なるほどね、セシル様の決裁が必要ってことっすね。よかったら探してきてくれ。その間俺はここに残って飛空艇の調整を済ませておくそんな簡単に飛空艇が手に入るわけではなかった。なんてことだ。譲ってくれたんだな。譲ってくれたって相当だぞ。お前らもっと感謝してくれ。でどうすんだ。セシルを探すことか。王の間には多分誰もいないかな。あ、いた。セシルどこ行ったの。パラディンか。試練の山にでも行ったのかな。そうするとこっち、あ、カインがいる。そっか、竜騎士団か。何、セシルを探しているのか。あいつなら転職のためにダーマ神殿に向かったっきりだぞそれでパラディンになる。転職でパラディンになるんだもういい加減に帰ってきてもいい頃合いだと思うのだが、何を手間取っているのやら。それにダーマ神殿へ転職に向かった一般の者たちまで帰ってこないとの報告も聞く。調査する必要があるかもな。ダーマ神殿に向かうつもりか。ならば俺も手伝うとしよう。おお、カインが仲間になった。カイン、お前裏切らねえだろうな。裏切りの常習犯っすからね。ジャンプか。ジャンプがどれくらい強いかだな。飛竜に乗ったことがあるのですか。羨ましいですな。あげよっか飛空艇手に入ったら飛竜いらないし、餌代もねバカになんないんですよ飛竜の。あー、でも飛空艇の維持費も結構かかりそうだな。飛竜がどれくらいこの食料を食っていくかだよな。ダーマ神殿だからここだ。デビルロード、お、開いてる。ここはダーマ神殿へ通じる旅の扉。カイン様より話を聞いています。いつ話したんだ。カインは速攻で馬車に行ったはずだぞ。馬車っていうかパーティーのところに。お、完全に未開の地だなここ。今ちょっと下に雪が見えたから地理的にはどこになるんだ。あ、ここになるのか。完全に山に囲まれた山岳地帯だな。ディスパレスも見えたな今ちらっと。とりあえずダーマ神殿、敵が出ない。あれ、下に町がある。あー、コング敵が強くなってんな。
だが、俺らも天狗の怒りの雷口だ。異名。スイトン。これでやっぱりテリーの真空波が必要になった。城になってるけど、これダーマ神殿でいいんだよね。おお、ここはダーマ神殿。人々が己に合った職を探し求める場です。ほうほうほう、ダーマ神殿にようこそおいでくださいました。転職を希望なさるなら祭壇の上におわす大神官にお話しください。別に転職できないでしょ。ようこそダーマ神殿へ。皆さんも転職で新たな才能を開花させてください。転職をやめて帰ろうとしたら引き止められたんですよ。神官は転職を進めるけど、私は商人のままでいたいのに。長い長い道を得てダーマ神殿にたどり着いた者が今更何を言うのですか。いや、しかし私は商人のままでいるのが一番性に合っている気がするので心配は無用です。転職しても今まで覚えてきたアビリティは失われないんですよ。心置きなく大神官に望みの職を言ってください。怒られてんなあいつ。ここも剣士がいる。こいつは戦士かな。そうするとダーマ神殿ってなんだかやけにガランとしただだっ広いところなんだな。ここに来る前はもっと賑やかで活気のある場所だと聞いていたのだが、うん、どういうことだ。これはあれか、ダーマ神殿乗っ取られてるイベントか。暗黒騎士の方を探しておられるのですか。さあ見ませんでしたが、それよりせっかくここまで来たのか、転職をしていかがですか。いやー怪しいな。お、とりあえず取れるもんとこ何もない。おー、100円か。2000円かと思った。あれ、魔法の鍵まだ。あれ、なんだ、黒い表紙の帳簿。神官一人一人の評価がこと細かいに綴られている。それだけ鍵ないよな。人は本当にいねえな。あそこに樽があったけど、ちょっと先にこっち、地下の種。これよーし、100円。ちょっと1000円とかに見間違えるんだけど、最近結構金持ちになってきたからな。あれ、下の方とかは何もないのかな。ここ行けるか。あー、行けない。いやー、これあれだな、作り的に。あれ、ドラクエいくつだっけ。ドラクエ7だっけ、ダーマ神殿が乗っ取られてたの。フォズっすよね、大神官フォズ。いやー、大神官フォズじゃねえな、あれどう考えても。ダーマ神殿よくぞ参られた。そなたが新たな生き方を選び、なお一層修行に励めば未知の能力に目覚めるであろう。生き方を変えたいと望むか。別に生き方を変えたくないよ。なんと信じられん。今のままで良いと思うすか。まあ仕方がない、気が変わったらいつでも参られるよ。はいにしよう。生き方を変えたいのはどなただ。お、なんか選べるぞ。転職できるの。勇者は無理だから、じゃあちょっとテリーあたりで。ほう、テリーは生き方を変えたいと思うすか。生き方って、お前今の人生に満足してないのか。だがその前に、転職する者も職に就く者も聖なる泉で身を清めるのがダーマのしきたりなんだ。まずは祭壇の奥にある聖なる泉に浸かるがよい。職に就くのはその後だ。はあ、これ、おお、クククどうかな。力を奪われた感想は、まだわからぬというか、騙されたとも知らずおめでたい奴らよの。そのありがたい泉はな、人間どものアビリティを奪うためのものなのだ。さあ、地上の牢獄で嘆き悲しみながら生きていくがよい。ああ、お、セシルがいる。暗黒騎士だな。来てくれたのか、カイン。セシル、こんなところにいたのか。それにしてもこれは一体。あ、僕もまだよく分かってはいないのだが、何者かがダーマ神殿を乗っ取り、転職に来た者の力を吸い取っているらしい。それでカイン、こちらの人は。あ、彼はミガミックス、バロンの飛空艇を使いたいらしい。それで一緒にお前を探しにダーマ神殿に向かったんだが。そうか、それはとんでもないことに巻き込んでしまったな。こうなったからには何としてもここを出る方法を探らなければ。あ、セシルも仲間になった。でもなんか今アビリティ使えないとか言ってたからな。
そうなんすよね、これドラクエやってた人はわかると思うんですけど、アビリティが使えなくなっちゃうんすよ。多分これも一緒だと思うけど、魔法を封じられた状態で魔物と戦うのは危険ですわね。何か魔法の力を持った杖でもあれば便利なんですけど、そうか、ビビが黒魔法使えないから。でもイカズチの杖があるからな。ビビの怒りは止まらない。とりあえずビビはもうイカズチの杖を使ってって、ユフィだな。そうするとちょっとな、ブーメラン買っとけばよかったな。売ってきたな。いくらだっけな。円月輪5000円か。買ってあげよう。手裏剣があるな。ちょっと補充だけしてこう。20個持ってていいかな。安いし。これも、まあ、全部で20個くらいになる感じで。まあ、今使えないけど。こういう時に補充しておかないと忘れちゃいますからね。鶏の脳みそなんで。でも、アタックミートとか使わないからな。煙玉はもう基本逃げなくて大丈夫だからな、敵は。よし。ちょっと町の人たちに話しかけていくか。せっかく転職するんだから心を入れ替えて真面目に生きようって決心したんだぜ。それなのに何の因果かこんな牢獄のような地に閉じ込められちまってよ。もうどうでもいいや。そうか、この町を支配している人が確かいましたよね。ここは偽の大神官に騙された者たちが肩を寄せ合う名もない町さ。お、アモスっぽい。ふざけんじゃねえ、俺は有金全部よこせって言ったんだぞ。勘弁してください。勘弁したかったら、おとなしく全部よこしな。ん？なんだお前ら。いや。伏せます。俺様も今忙しいんだ。そうだな。まずこいつを、ぶっつぶす。キラーアーマー。これは、イカズチの手。アビリティがすべてなくなってる。重量が弱すぎる。おー、いいね。ユーフィーがかなり戦力ダウンしたな。ビビはイカズチの杖が相当強いな、やっぱり。逃げてった。あいつ魔物じゃん、だって。無法地帯と化したここでは弱いものはひたすら奪われ傷つけられるだけなんです。弱い自分が恨めしい。いや、そのことより有金よこせ、助けてやったんだから。あ、ここ宿屋か。特に何にもない。魔法使いがいる。こいつ多分超弱いな。もう戦士や武闘家はいいわよ、どんなに弱くなったって私らより強いんだから。あのクソ憎らしい偽の大神官に魔法を封じ込められたとあっちゃう。魔法使いの私はお手上げよう。いや、イカズチの杖があればね、なんとかなるんだけどね。北の山を登ればダーマの神殿にたどり着けるぜ。ま、魔物だらけなんだがな。アビリティも使えない状態で偽の大神官に逆らうなんて無謀すぎるぜ。まあ、そりゃそうだよな。これ何屋さんだ？ビビがいる。あ、道具屋さんか。クロマ同士。お前はもう、道具屋に走ったのか。あ、樽調べられそう。いけねえ。微妙に酒みたいなのが置いてあるな。これは、おお、5円。誰かのへそくりかな。密かに混浴だと思って期待しただろう。けど残念だったな。男と女の入浴時間はきっちり分かれてるのさ。いや、今ユフィと主人公いるから混浴だよこれ。入れねえ。入れるかと思ったら。お前ら、男が風呂入ってるのって面白いか。うん、まあね、やめてくれよ。切実な願いだな。上にお墓があったから。ここは教会か。地下の酒場にダーマの、神官の生き残り。なるほど。教会さえあれば。そうだよな、もう絶望だからな。こいつも一応希望は捨ててないのか。井戸がある。井戸を知らん。結構広いなこの町。探索するのにも時間がかかる。なんもない。とりあえず壺とかがすげえいっぱいんだ。金の針。あ、なんかろくなもん入ってないけど。お、いいもん入ってたな。この本棚とか。
こいつこう屋根のないとこで暮らしてんのか。雨降ったらこの本棚もうびしょびしょでしょ。パブに行くのはどうやって行けばいいんだ。酒場こっちか。あの壺は入ってない。これは、おう、わしはダーマン神官の生き残り。この町の者たちのわしの言うことなど信じてくれんかな。どうせお前たちもわしの言うことなんて信じておらんのじゃろ。普通の神父さんじゃん。ふん、初めから期待などしておらんよ。酒がまずくなるから帰ってくれ。そんな酒飲みなのか、ダーマン神官。いいえ、わしのことを信じてくれるというのか。さっき信じないって言ったじゃん。ならお前たちになら話してやってもよいな。わしがここに逃げてくるまでに魔物たちからこっそり盗み聞いた話じゃ。心して聞くのじゃぞ。本物の大神官フォズ大神官はまだ生きておられる。偽の大神官によって北の山の地下に幽閉されておるのじゃ。まあ話したところでお前たちにそこまでたどり着ける力があるとはとても思えんがな。じゃあ話すなよ。わしはただピチピチギャルになりたかっただけじゃというのに、それなのにこの仕打ちはあんまりですじゃ。いや、そういう横島な考えがあるから牢獄に落とされんだ。お酒どっから仕入れてんだろうな。謎だな。生かさず殺さず。なるほどね。あー、なんかこの町を仕切ってる人はいなそうだな。そういう感じではないのかな。とりあえずもう北のところになんかねえかな。なんもねえ。これなんか怪しくねこれ。何にもなかった。怪しい草むらだったけどな。まあとりあえずこの、あそこ上行けるのは話してない。あいつは話したい。え、どうやって行くの。行けなくね。まあいいか。じゃとりあえずこの町での情報収集はこんなもんなので、じゃあちょっと一旦終了して次回は北の山に向かって大神官フォズを助けに行きましょう。では今回はこれで終了したいと思います。